どうもお疲れ様です8月30日朝6時30分の相場解説です正確に言うと6時20分なんですけどもね、えー、10分ほど先走って6時半の解説とさせていただきます今日はですね FX を学ぶと負ける人っているんですよ不思議ですよね学ぶと負ける人んです、えー、っと人ってことになるんですけども何で FX を学ぶとね負けるんでしょうかってことを今日ははっきりと指し示すことができるいい例がありましたんでお話したいと思います先日の話ですけども こういったことをね、あ、えー、のー、動画の中でお話ししました。三平ってやつです。三平ってのは、陽線が3つ連続で出たら、その後も上昇に向かうんだよっていう風な法則のことなんですよね。三平。三平ってわかりますよね。で、その三平が、ここに昨日出ていたんですよ。ね。三平があるでしょ。で、これはまだ出ていませんでした。このよ陰線はまだ出ていませんでした。ですんで、よそに書くと、 三平がですね、こういう形で出ていたんですよね。陽線、陽線、陽線という三平が出ていました。で、私はこれを上昇継続の形じゃないですよっていうふうにお話しました。三平なのになぜっていうふうに言われると思いますけども、この陽線が徐々に短くなってるから、上昇の勢いが弱いことを示してるんだよっていうふうな解釈ができるわけですよ。ね。だから、三平だけ知ってる人ってのは、国家で倍でエントリーするんですよね。 でも三平のもうちょっと突っ込んだ意味を知っていたらこれは上昇しないよねってむしろ陰線になる可能性すらあるわけですよで蓋を開けてみると陰線になったわけでしょまあですんで FX を学んでももう一歩深く突っ込んで学ばないといけないんですよ例えばダブルトップっていうのがありますよね二点天井のことです 二点天井の場合は下に大きく下がっていくんだよっていう法則があると思いますけども、これもね、ダブルトップだけ学んでいたんじゃダメなんですよ。高根県でダブルトップならってことでしょだから、安根県でダブルトップが出たら、実はもっと下に行く。もしくは、上昇して跳ね返ってくる。両方の判断ができるわけですよ。つまり、ダブルトップで大きく下に下落っていうのは、 それが高値圏なの安なななののっていうことも分からなくちゃいけないけですよその上で移動平均線と絡みとか材料がどう入ったのか曜日はいつなのかっていう細かい要素が入ってきて最終的な判断になるから確率が高まるわけですよねだからダブルトップだけ知っててもダメだし三平だけ知っててもダメなんですよまあそういうことをねお話したくて今日は講義とさせていただきました FX を学ぶと負ける人の理由分かりましたかねねだから三平だから倍に入れたんだけどなんでここでは 陰線が出ちゃったんですかっていうのは3平は3平でもこれは今後の上昇を示した3平じゃないからだよっていう回答が返ってくると思うんですよはいじゃあこの辺にしときましょうか今後の動きですけどもえー、っとこれ4時間ですね4時間っていうのはこちらとこちらで線を結んでで下にどん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 膨らんでいったところをお示ししましたよねだから上に突き上げる 力っていうのはどんどんど強くなっていくはずなんでどっかでここをね超えて上に行くと147円に入るんじゃないかなっていうことをずっと申し上げていたんですけども昨日はね残念ながら私の相場解説が17時30分に最後だったんですけどもその後数時間して147円に達しましたよねだから予測は合っていたんですけどもタイミングが合わなかったということでね、うん、だから分かっていても時間の問題で儲け損なうこともあるんですよ ただ自分の考えが正しかったってことはこうやって後から分かりますので何らねあのダメージを受けることはないです、うん、で昨日は会社から帰ってきて仕事から帰ってきて夕方からあの取り組んだ人っていうのはこの利益取れてるわけですよだから私は個人的にここは取れなかったですけども取らせることはできたわけですよねなら同じだなっていうところですあとはこのね下落がすごい下せないなってところはありますけどもね なんでこんなのが起きちゃったんだろうと <laughs> まあ材料なのかもしれませんけどねはいじゃあ1時間足です1時間は今後どうなっていくのかってことですけども当然ですけどもここまで大きな上下の動きが短時間で起きれば今後どういうふうになるのかはっきりと分かりませんただ下に向かう勢いは止まったんじゃないかなと思ってますね、うん、あの下ひげで2回ブロックされてますんであの陰線で下ヒゲが長いってことは下に行く勢いは打ち消されますよっていうサインですからね そうなってくるとここで過程が作られていってとりあえずはどこら辺まで上がるのか分かりませんけどもまたねレンジをどっかで作るんじゃないかなと思ってます、まあ、それをゆっくり見るしかないですね今日は本来ならテクニカル的にすごく稼ぎやすい水曜日なんですけども昨日の夜ねこんな動きがありましたんで多少これ乱れてくると思いますでその嵐を収まるのをね嵐が収まるのを待つしかないかなっていうのが今日の午前中の考えですそれでは以上ですねお疲れ様です